ヤピー、ラムズキュン。ご飯食べてもいいですか？最近一人暮らししてさ、自炊をね、してるわけですよ。気づいたの。ワンプレートってめっちゃ楽だなって。洗い物なくなるやんっていうのを気づいてですね。ワンプレートで食べます。これ自分で作りました。オイシックスっていいね。食べ物サブスク。届くんですよ。もう献立が決まってて、でそれを使い切れる材料が送られてくるんですよ。楽。考えなくて済む。毎日献立。今日はマッコリ飲みます。乾杯。あーうめ。いただきまーす。この間ね、初耳怪談っていう番組の収録をねしてたんですけど、その時にね結構一コアの話が多かったわけ。私ね、一コアめちゃくちゃ味わってんのよ。その話しようかなと思って。皆さんあります？一コア。誰かに騙されたとか、陥れられたとか。私の一コアっていうのはね、結構味わってて、埼玉に住んでる時、高校の時だったんだけど、私、小学校ぐらいから生配信というか、ツイキャスというか、まあずっと SNS で活動してたんですよ、趣味で。一定のファンがずっといたのね。で、その時別にタレントっていうものがなかったから、私のこと好きって言ってくれる人と、文通したりとか、まあ普通にメール友になったりとか、そういう感じだったの。ある日ね、中学の頃からずっと、私のこと好きって言ってくれてる子がいて、文通でずっとやり取りしてたわけよ。で、高校に入ってもしてたのね。高2か高3ぐらいかに、ピタッとやんだのね。帰ってこなくなっちゃったの。私の1個か2個下とかだった気がするんだけど。まあそういうさ、年齢、年頃ってさ、多感だから、新しいもの見つけるとすぐ飽きちゃうじゃん。だから、まあしょうがないなとは思ってたの。そしたらね、ほんとずっと空いて、急に手紙が届いたのね。お、久々に来たの、思い出してくれたのかな、私のことと思って、こう、手紙を読んだらね、お金を返してくださいって。返してくれるって約束だったのに、全然返事もくれなくて、みたいな。私はなんか頑張ってお母さんに頼んで、お金集めて、お金貸したのに、なんで？みたいなのが、わーって書いてあったのね。で、お金なんて借りてないし、私、人からお金借りるのめちゃくちゃ嫌なタイプなのね。だから、借りてないぞと思って、急いで、手紙を書いて送ったのよ。私、お金借りてないし、ずっと、何々ちゃんから手紙来なくて、あれどうしたんだろうってずっと思ってたんだよ、みたいなのを、で、電話番号とメアドを書いて送ったのね、お手紙。そしたら、メール来て、で、どういうこと？みたいな。ラムちゃんじゃないの？みたいな。ラムちゃんじゃないの？ってどういうこと？つって、とりあえず私から、今までラムちゃんから来たお金を貸してくださいっていう手紙送るから、読んでって言われて、で、送ってもらって、その封筒バッて開けたら、めちゃくちゃ汚い字で、親が病気になってどうのみたいな書いてあって、で、ラムにお金貸してって、一人称がラムっていうのも知ってんのよ。その書いた犯人が。待って、書いてないし、これどう見ても私の字じゃないって言って、私も違和感あったんだよねって。ラムって、意外に、ちょっとだけ字綺麗なのよ。意外にね。だからラムちゃんいつも可愛い字書くのに、この時だけすごい、荒れてたからもうそこまで相当追い詰められてたのかなって思っちゃったんだよね、私みたいに言われて。ちょっと一回やっぱ警察に相談するねって言って、うちに警察来て、まあオタクのポストを荒らされてる可能性があると。ポストを指紋取らせてくださいって言われて、ね、指紋取ったんだけど、いや、ちょっといっぱいやっぱついててわかんないですねー、みたいな感じですよねー。なんか心当たりある人いますかって言われて、まあ私の身近にいる人って言ったら学校の友達ぐらいしかいないんで、ちょっと探ってみます、つってわかりました。なんかわかったらまた警察呼んでくださいって言われて、わかりました、つって。で、学校行って、で友達にこういうことあったんだよね。っていうのを、本当にめちゃくちゃ仲良い友達にしか言わなかったの。絶対こいつじゃないっていう友達にしか。
したら、え、待って、この字さ、あいつの字に似てないみたいな友達言って。なんか授業中手紙回しとかでやってない？そいつとって言われて。あ、やってるやってるって。次の日学校に、その手紙回しで使った手紙をもう何通か持ってって、友達と照らし合わせたのね。そしたら、いや、こいつさ、癖がめっちゃある、字が。絶対そうだってなって、あの筆跡があまりにも似すぎてるから警察に持ってったらやってくんなかったのよ、筆跡鑑定的なものを。でも実際なんかお金取られたっていう証拠もないですしみたいに急に言い始めて、でも実際にこの手紙あるじゃないですか、え、でもその子がお金を出したっていう証拠がないんですよねみたいな。じゃあ本人に電話してくださいよっつって、その子の電話番号とその子のお母さんの電話番号を渡して、向こうの女の子もねいろいろ警察に相談したりとかやってくれたんだけど、ダメで、あ、これもう直接制裁を与えるしかないと思って、友達数人とそのターゲットに直接言ったんよ。え、何々さ、なんか最近ラムのポスト荒らしたみたいなって聞いたら、荒らしてないよ、荒らすわけないじゃんみたいな。で、この手紙なんか心当たりないって言うと、わかんないなって、あ、そう、いや、これダメじゃんっつって。友達と。いや、そりゃそうよっつって。いや、証拠がないもんなーって言ってみんなで言ってて、被害に遭った子と電話して、で、そのお母さんと、うちのお母さんとも電話したんだけど、ラムちゃん本当に悪くないから気にしないでって言ってくれて、ラムちゃんに何にもないならよかったみたいな、すっごい優しい子でね、その話は終わったんですけど、どう考えても、そのターゲット、容疑者、あいつなのよ。盗み癖があるのよ、その子。噂っていうか本人も言ってたんだけど、パパ活とか遠行しているっていうことは聞いてたのね。結構お金にがめつぐいい子だったのよ。これ、あんたじゃないのって聞いた時から、もうあんまり関わりなくなっちゃったから、なんか変に問い詰めると逆恨みされそうで怖いし、そのままにしたんだけど、そういうことがね、高校の時ありました。私はもう詐欺容疑が一瞬かかったっていうことですね。人怖でしょ。もっとあるのよ、私の人怖エピソード。視聴者の方で人怖エピソードあったらぜひコメント欄書いてください。めっちゃ気になるんで。やっぱね、お化け系の話も怖いけど、結局やっぱ生身の人間の話も怖いよねって話。気をつけようね、みんな本当に。ポストとか本当気をつけた方がいいよ。当時のさ、私が住んでたマンションがさ、鍵つかないポストだったのよ。もうその日からは南京錠かけるようにしたけどね。うちの親分怖い、用心しなきゃ、つって言ってた。はい。まだ食べるんですが、とりあえず今日の YouTube 終わり。バイバイ。今日も見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。他の動画も見てみてね。チャンネル登録よろしくお願いします。